私はそれをずっと見て見ぬふりして死んだのは夫じゃない。僕の顔を、ね、本当のこと言って誰に言ったんだろうな。本当のこと言ってお母さん変えるの蓮の本当の父親に。そのままありのままの自分でずっと離れたくても離れられなかったのは志乃さんが初めて私のことを受け入れてくれた人だったから。ミドコは俺の何が残るって。俺のこと今も好きだとか。私、星田さんに縛られたくないんです。分かった。ヒョドンのせいに何があっても俺から離れない。離れません。どうして星田さんそうやって周りの人のことを振り回そうとするんですか。